さ、まあ同じタイプではないんですけど、息子のカレルが2体で挟み込むというのに対して、はいはい、カレリウスはこのリスが行った時に一緒に攻め込むと強い。なるほど。後ろに追加してるんで、このようにこんな感じで固め続けるという感じですね。挟むのはできないんですか？挟み込むのは基本的にはできない。なるほど。まあ、分かりやすいのはこういうふうにコンボ決めた後に呼び出せたりする、はいはいはい、あとはこの状態からでも召喚必殺技っていうのがあるので、まあこういう感じでそのまま詰め込んでこう詰めを一気に仕掛けるっていう感じですね。なるほど。でこのイニシャルダメージっていうのが結構ちゃんと管理しないと右でしたっぽいやつで、そこだけはちゃんと見たり、見ておいた方がいいかな。これはこのキャラクターのためのゲージですね。そうですね、はいはい、この召喚コード、攻撃を出すとここがどんどん減っていくんですね。なので、まあ、今みたいにイグニス、エリウスの本体がちょっと攻撃して、イグニスがその間を挟んで、もう一回レリウスが攻撃してっていうのを何回か繰り返して、ここのゲージの具合を見て一回召喚を戻す。はいはいはい。このイグニスがいる状態だとフォローも効きやすいので、かなり強いですね。ただすぐこのここを意識しないと息切れしちゃうよっていう。じゃあその2体で戦うキャラだけど、はいはい、なんだっけ、前のやつとはちょっと違う。そうですね、結構は違いますね。ダッシュ力がかなり高いキャラなので、イグニスがいる時のオフェンス力っていうのは今までのキャラクターよりもさらにやり込んでいけばやり込んでいくほど上になっていくというキャラクターですね。ただその反面、若干守りに対してはフォローが効きやすい分守りが結構難しい。なるほど。自分だけで守るのが難しいキャラです。イグニスがいればフォローにできるんでいくらでも守れるんですけど、エリウス一人だと守るのが大変で、カルルの場合は姉さん、人形を前にして、それを盾にしてラインを上げていくっていうのに対して、はいはいはい、こっちは逆に自分で上げたり突っ込んでって、はい、まあ、こういうバルライアで突っ込んで持ち攻めを仕掛けるっていうのが基本的な戦い方とかになりますね。カルルで言われている点が、やっぱりどうしても D ボタンを離すっていうのが操作が難しいっていう声が結構、まあ、あって、この例に比べるとレディウスが D ボタンを押したら召喚しっぱなしの状態になって、でここからレバーを入れた D が必ずこのように攻撃が対応するんですね。なので操作自体はそこまで難しくない。慣れれば AB 前に ABこれだけでももう連携になっちゃうんで、まずはその辺から覚えていくといいかもしれない。そうですね、最初はまずこの AB 前 D の連携を覚えて、当たってから連続技を決めて一気に畳みかける、はいはい、スタートされてたらイグニスでフォローをする、このようにフォローが効いていくらでも攻めが続くよっていう感じですかね。このゲージ管理とあと人形のフォローの使い方次第ではいくらでも化けるんで、まあ新規キャラクターなので他のキャラクターに比べたら後発っていうハンデはあるんですけど、まあ、それがあっても全然跳ね返せるくらいのポテンシャルはあるキャラクターですね。なんか長いコンボって出してるの？長いコンボじゃあちょっと次のラウンドで、はいはい、この辺がまず基本コンボですね、はいはい、でこういう連携で端に追い詰めていって、
落としちゃいましたね。あそこで最後に商品と場を決めるとかいう感じの。特に画面端の連続技はかなり激アツなところが見れるんで、分かりました。次の時はかなり盛り上がると思います。はい。